はい、北海道大学総合博物館は、昨年、2020年が、20周年でした。それを記念して、北大総合博物館のすごい標本という本を、3月に出版しました。このビデオクリップでは、5回ほどにわたってこの、昆虫の部分の、紹介をしたいと思います。昆虫の部分を、1ページめくると、日本初の昆虫学教室という、研究室の紹介が書いてあります。札幌農学校の時代から、約今からですと118年ですかね、その、歴史のある、昆虫学教室という昆虫学を研究している、研究室がありますので、そちらの紹介が書いてあります。1903年に、こちらの方に写真のある松村少年先生が、日本で初めての、昆虫学教室という昆虫学という名前のついた研究室を立ち上げました。設立いたしました。当時、明治の時代ですけれども、日本の昆虫はですね、ほとんどヨーロッパの人によって新種の記載化されて研究されていました。松村先生はそれを日本人の手で自ら新種記載をするということを日本で初めて行われた先生になります。北大の札幌キャンパスに入りますと、奥の方に農学部がありますけれども、その農学部の手前に木造の緑の屋根の建物があるのをご存知かと思います。あれが実は農学校、札幌農学校時代の昆虫学教室の建物になります。英語ですと、エントモロジカルインスティテュート、研究室はラボラトリーというのが一般的なんですけども、インスティテュートになっているということは、独立した建物の研究所という形で存在していたので、そのような名前になっています。松村先生は先ほど申しましたように、日本の昆虫にたくさんの名前を付けられた方なんですけども、松村先生のお弟子さんにあたる教え子たちもやはり分類学者でした。有名な方では白木徳一先生、それから小熊寛先生、それから河野博道先生、内田藤一先生と、松村先生のお弟子さんたちが、研究所の方たちが、先生方がいらっしゃいますけれども、皆さん分類学者でした。例えば白木先生は、北大の札幌農学校の、助教授をされた後に、台北大学の方に移られて台湾の昆虫学を始められました。また小熊先生は、理学部の教授になられて、その後遺伝の研究室を作られて、国立のですね、遺伝研の初代の所長になられています。また河野博道先生は、考古学とともに、たくさんの、甲虫のですね、標本分類をされておられます。内田先生は、松村先生の次の、2代目の教授として、北大でですね、北大で教鞭にあたられ、教育もされておられました。これらの先生方も皆さん分類学者ですので、その先生方の標本がですね、ほとんどこの北海道大学に残されております。先ほど古い木造の建物と言いましたけれども、その後昭和9年ですね、昭和9年に農学部の方に研究室が移り、その後2000年からはですね、標本の一部が北大の総合博物館の方に移りました。約250万点の標本が収蔵されています。そのようにたくさんの新種の元となった、すごい標本がこの博物館にはあるということです。